皆さん、こんばんは。今日一日お疲れ様でした。はい、毎日人気はを募集お願いします。t m t v です。ぜひチャンネル登録ルといいねとよろしくお願いします。まだ本チャンネルで動画を見て、もう方方、あと損失回避できた方は、まあ、ぜひメンバーズシップの登録お願いします。まあ、月末に、ねまあ、抽選を行いますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。はい、今日はね、古田古田 まあ昨日も、ねまあ、言いましたけども、まあ、ちょっと今日の動きがちょっとなんか違和感がね、まあ、もう今日あんまり、ね、動きがしてなくて、結局、まあ、最後、ねまあ、上がっちゃったっていうのもありますけども、まあまあまあ、あの1円だけなんだけどね、できたか45万できたかで。 まあちょっとしたまあ買い戻しまあ,あったではないかということですね。まあ、昨日ですね、まあそのエ、エボファンド、まあ、大量行使しまして、今300万株ね、まあ、所得したんですよ。まあ、基本的に今日は爆下げするタイミングじゃないですか。ねあのね、前2000万の株ね、もし発行されたらまあこれぐらい下げますよといきなり200円から170まで下がりました。まあ、所得単価50円だからね。 まあ、だったら今回のものがもっと下がるんじゃないかなと思ったんだけども、まあ、全然、ねまあ、下がってなくて、まあ、要は、まあ、実際前の補足ね要は2000万もし、ね、2500万株発行されたらそれで200円,200円からもう170とか落としたんじゃないですか要はこの2つの同時に、ねまあ、あ,のあの補足と今回の、まあ、エボファンドを、ね、これから売りますよ これが出しても全然反応がないというのが、ねまあちょっと違和感が、まあ、あるんじゃないかなと思います。まあ、一応ね、まあ、一つの仮説というか、まあ、あの確実ではないけども、ねまあ、あの今日ね、まだ情報が出ておりません。まあ、今日、11日の分ね、まだ出ておりません、まあで。出るはずなんだけどね、出るはずなんだけども、まあ、あの空振り状況はまだありません。 まあただ、ああちょっと売り増ししてるけども、数が少ないので、一応調整というか、値段をね抑えようとしてるというまあ形じゃないかな、要は本気の売り、今ではまあ言えないじゃないかなと思いますま。実際ですね、モルガン・スタンレーとか、機ンとかね、また200万株以上ね持ってるんで、これエゴファンドですね、今いくらかというと、300万、300、 300万くらいまあ,あるじゃないかなと思います。まあ、だからまああの、まあ、予想的にはまあどっかでね、多分裏取引まあされてるじゃないかなと思うんですよね。では、ああ期間は救い出すけれども、まあ、エヴファンドもちょっと多めに儲かってればいいというまあ感じではないかと思い,思います。一旦ここでね売り玉を解消して、まあ、自分的には、ねまあ、のできればまあ上でね、 もし解消できたら、まあ多分持てる方は、まあ多分嬉しいと思うんですけども、まあ、これからいろんな情報をね、まだ待ってるんですよ。本当に古田古田、もう本当にいろんな、ね、情報を全部ね、溜め込んでるっていうのも、しか言えないですから、まあ、クラス紙とかね、そうですし、まあ、いろんな情報をね、まあ、なかなか引き出せないという状況です。まあ、やっぱり、エボファンドが所得する前には、もう一切、あのこれか、いいニュースがもう全然出ておりません。 だからまあとりあえずね、まあ、しばらく、まだトロノダ大クのウェブ会見、もう本当に300億円の市場をどういう風に創出するか、もし、ね、できればどっか,どっかで、ねまあ、提携とかあるなのかということですね、まあ、どういう,うにね、まに、あ、エボファンドに多めに儲かるという,う、もう儲か,かさせるということで、ねまあ、そういうことかなと思うんですよね。あとエボファンドですね、まあ、とりあえずもし貯金、ね、もし売り出したら、 大量報告書は、ねまあ、大体稼働日の3日,3日後に、まあまあ、放出されるので、まあ明日か木曜日かですね、まあ、もう1回大量保有の情報が出るのでここでレボリューションもし行使できたら、まあ、行使してもね今、処分しても儲からないんですよね、まあ、そのレボリューションは、ね。まあ、だからもう1回、ね、レボリューションの状況を見れるので もう本当に割らんの中止するかどうか、もう中止しても,、ね、もう300万、まああの,の株がもうすでに発行されているので、はだいぶ希、ね、薄されているので、まあ、とりあえず、まあ、見ることですね、まあ、まず見てください。貯、ま、金、あ、なんか,か167で、ねまあ、買っている方はなかなか買えないという,というのもありますから。 まあ、あのとりあえずまだしばらくまあ待つことですね、まあ、いよいよまあ勝負ではないかと思います。まあ、ただ、これから、ね、どんどん物が売れれば、市場を、ねまあ、作れば、まだいろんな展開がまあ出てくると思うんですけども、も、えー、長期できる人はまあ長期でもいいし、まあ、これから買う人はまあ別に、ね、あのまあとりあえず貯金はまあちょっと割安というか、まあ、今まで一番安いところなんですけども、も、まあ、少なめにまあ買ったらまあいいではないかと思います。 はいまあ、フルタフルだね、もうあの本当に毎日皆さん、多分 IR を待ってるんだと思うんですけども、でも通常のチャートを見てたら、まあまあま、あまだね、まあ、その上げるパターンがまだありますからね、要は普通の指定株だったらね、でもここはもう完全に期間がいってるから、まあ多分期間とエ,ーションえエボファンドね、まあ、何か裏,引裏取引まあされてるんじゃないかなと思います。 まあなんかいい情報あれば、カラオリの燃料としてまあ使って、エオファンド上でまあぶつかって、ウィンウィンの関係まあではないかと思います。ある程度、期間はねまああの正直、250とか280上がってもね儲かるから、そもそもの結構やばいからね。そそもそもね一応、フルタフルだからも協力してるんじゃないのっていうねでもこれはね分かりません。最後の結末から見れば、まあ 協力してるかどうか、まあ、分かってくるじゃないかなと思います。はい。この株、まあ、四百円から二百というか、まあ、自分的に感覚は。まあ、三百四十、三百三十ぐらいかな。まあ、まだ半分になってないけども。まあ、四百一旦行ってたよね。まあ、確かに。まあ、四百一旦行ってたってけども。まあ、やっぱり、まあ、株がね、まあ、一瞬でね。まあ、この一瞬の判断でね。もう引きずって、まあ。まあ、自分ここで売ったんだけども。 まだちょっとね、ここでも下がったところまだ入ってしまって、ということで、まあ、やっぱりね、懲りないな、ということですね。まあ、あと株はね、一応昔のブロードバンドタワーは220で買って、やっぱりまあ高くなって、まあ、売らなくてもまあ安く、まあ、300, 300、400円でもね売れれば儲かるし、まあ、やっぱりいかにね、まあ、安いところを買うということで、まああの、そういうトレンドのところはね、下落トレンドはあんまり、ねまあ、入ることはまあじゃないですね。 まあもっと他のところの、まあ、低値圏の上昇トレンドがあった株にまあ入るべきじゃないかなと思います。はいまあ,あのということですね、これ、いつも言ってるけどね、やっぱり出来高給湯のときに売って、まあ、しばらく入らない方がまがいいではないかと思います。もちろん上昇する可能性はありますけれども、まあ、可能性としてはまあ非常に低い、要は確率的にはまあ低いではないかと思います。はい まあ、とりあえずね、まあ、今までの動画の中に、いろいろね、経験とか、まあ、実、実践でね、まあ、あの、勉強したものをね、まあ、これから、まあ、活用していくっていう、まあ、形となっています。まあ、失敗し、失敗しても、まあ、それも勉強になりますしね。はい、まあ、というところで、まあ、その、リミックス、まあ、紹介していきたいと思います。リミックスなんだけども、まあ、最近はね、結構、ビットコインとか仮想通貨がね、下落、 上下すすするもすごいい激しいんですよね、はい、今、ビットコインだけね、まあ、ちょっと強くて、他のコインをね、一斉下がりました。はいもうまあ、結構ね、まあ、面白いんだけども、まあ、そういうね、まあ、上下させるっていうのは、まあ、割と、まあ、業績に、まあ、いい影響が出るんじゃないかなと思います。今ですね、貯金ですね、決算そろそろ出るじゃないですか。今ね、なんか上場トレンドに入ってるではないかと思います。まあ、ここですね、決算の前に、 一旦売った方がいいかもしれないということですね。まあ懸念点としては前も言ったんですけども、電力の、まあ、本当に今回は問題はないかどうか、電力は、まあ、値上げこれから、これから値上げすると思うんですけども、あとビットコインのまあ貯金の、ね、動きっていうのもありますし、もしね、機関がとてつもなく買い戻したときに、 あの正直、まあ、ちょっとね、一部売った方がいいと思います。決算の前,前にね。要は前ね、ブロードバンドタワーもそうだし、決、ま、算、あの前にあの買い物し、まあ、めっちゃね、まあ、してるから、まあ、ただロ、リミックスポイントは、あの業績はまあ、いいと皆さん見込んでるんですよ。皆さん買ってるんで、割とね、あの決算が良くても大きな差が。 まあと、決算の前にまあき、まあ、そのその空売りね、空売り算どれぐらいあるか、まだ見といた方がいいと思います。まあ、前の決算良かったんだけども、やっぱりまあ,そのあんまり動きをね、まあ、そこまでまあよろしくないよろしくないというか、ね、予想以上にまあそんなにまあ上がらなかったとっいうまあことですね。はい、まだね、まあ、7日ね、まだ売り増ししてます。 まあここでね、売り増し,してますけども、まあ、上昇してしまったということですね。まあ、もしかして決算の前に、一、まあ、つのちっちゃい相場、まあ、あるではないかと思います。とりあえず、直近のこのチャートっていうか、直近185からのチャートね、まあ、非常に、まあ、堅調ではないかと思います。まあ、陰性の時はまあで、できたもの少ないしね、陽性の時まあ、結構高いというのも、まあ、あるから、まあ、いいではないかと思います。 はいまあ、というところで、まあ、リミックスポイントはまあ200円突破ということはまあ非常にまあ良かったんじゃないかなと思います。前、ね、170円になったとき、もうリミックスポイントなんで、ね、もう下がったんですか、リミックスポイントもずっと買ってもいいかなというまあ感じですね、まあ、決算を、ね、やっぱり注目しますね、あと中古車の,中古車のセグメントとか、もしもう、まあ、かってるかもしれないですね、まあ、ただ利益率、めっちゃ少ないので。 ビットコインとか、バイデン売り上げとか、まあ、利益どれくらい出るか、まあ、ちょっと注目、まあ、すべきところではないかと思います。はい、まあ一部、ね、決算の前に一旦売った方がいいかもしれないですね。まあ、なんか期間が事前に、ね、から買い戻しするから、えー、そ,のその分、もし決算があんまり良くない、要は普通の決算だったらまだ売ってくる可能性あるから、 期間はね、まあ、貯金は、その、売りのまあポジションどれぐらいあるか、まあ、ちょっとね、見ていきましょう。はい。もう新、新バイオはまだね、多いね。新バイオは。まあ、だから新バイオはね、ちょっと、ああ、まだ少ないね。まあ、リミックスポイントとしてはまだ5.69なんで、 まあいつか抜けるかということですね、まだ売ってるということは、まあ、ちょっと、ね、まだ様子見しないといけない,いう、まあ、完全にまだ負けを認めてないというまあ感じですね。はい、じゃあ、あ他の株、見に行きましょう、はいまあ今日本当にまああの相場が、ねまあ、下がってるから、本当にあのよ,よくわからない、まあ、わけわからない株価が上昇しているっていう感じです。まあ、グローバルですねまあ、まだ上昇してましてた まあ、あのチャートを見たんだけども、まあ、あんまり、まあ、わからないっていうことですね。出来たか、まあ、そんなに増えてないからね。はい。まあ、進めするかどうかは、まあ、正直、まあ、進めしません。まあ、せめてね、まあ、下がったところで、まあ、もっと下がったところで、まあ、買った方がいいと思うけども、まあ、何があるかわからないからね、今入ったらね、爆下げする可能性もありますし、まあ、そういう危険なところね、まあ、 やめた方がまあいいじゃないかなと思います。はい、スララネットはまあ,あまりできたかも8万しかないんですね、はい。もう今の相場はなかなかね、まあ、難しいと思うけども、まあ、その大型もそうだし、まあ、小型もね、まさにまあ資金が入ってないというのもね、まあ、今の状況かなと思います。はいまあ、フロンティオは、ね、出来高はまだね、200万まだ出してないし、 まあ、業績かな。まあ、とりあえず、まだ、とりあえずね、これから、まあ、まあ、決算出るから、まあ、しばらく、まあ、要注目じゃないかなと思います。はい、東京機械ね、今日めっちゃ上がったんでしょう。<laughs> ね、これ、まだ捕まって、まだ下がったっていうことですからね。まあ、ちょっとね、今日、出来高めっちゃ高いと思うんですけどね、まだ見てない。ああ、ちょっとね、直近ちょっと、一旦ちょっと、ちっちゃい休みに入るじゃないかなと思うんですけどね。今日の、今日は、まあ、ちょっといっぱい捕まってるんや。 まあこれはね。はい。はい。まあ他は本当に、まああんまりないですね。まあ、イネストね。まあまだね、70歳になっちゃったんですよね。俺前は、ちょっとね、190ね前、買ったんでしょう。翌日も買った,来たんだけども、うん。まあなかなかね、まあその展開は、そのディリバリーね。まあ展開はどこでやってるか、もう全然情報ないからね。もう何をやってんやんっていうね、思ってるんだけども。 はいなかなかまだ難しいですね。まあ、最近、全然紹介してないですね。はい、じゃあ、プロルートもまあ700円になってる。まあ、なんか、大株主が700円で、ね、売り抜けて、それでまだ、ね、200円になったということもあって、まあ、大株主いることで、まあ、下げまあ、売り下げなのか、売り上げて売る,売るなのかね、まあ、本当に分からないから、まあ、古田、古田はね、まあ、 どうなんだろうねっていうまあ感じです。まあちょっと人相場あるではないかと自分はねまあ考えております。じゃないと今日ねまあ下がったらいいじゃないのっていうねあります。まあサインポストですね。まあ今多分 PTS 下がってるんじゃないかな。なんか決算確かにねあんまりよろしくないと思うんですよ。まあちょっとねまあ見てみましょうか。3996。まあ赤字決算なんだけどもただ PTS ね。PTS。 決算、まあ、は、まあ、確かに赤字なんだけれども、まあ、もしかして、ね、赤字縮小とか、まあ、ありえるかな。あす,すごいですね。すごいですね、この決算は。その影響は、まあ、本当にやばいな。もう本当に決、ね、算またぎはよくない。まあ、そもそもね、あのー、<laughs> できたかも、かなりね、まあ,あ、時間あったらまだ、まあ、話しますか。3万株、まあ、かなりね、できたか、まあ、でかいね、夜は。はい。サインポスト、ね、前、ま、はあ、かなりね、話題になったまあ、自分もちょっと一時、まあ、買って、買って、もう儲かったのにも、いやー、恐ろしいですね、これは。まあ、やっぱりできたかも、その、やっぱり計算まだぎはダメですね、ここは。はい。まあ、そもそも、なんか、ね、あの、業績あんまりよろしくないところなんだけどね。 ユックスま、あとで、ね、まだ紹介しますけども、なんか新たなそのゲームね、まあ、発売されるということで、まだ後でね、激高級度株でね、紹介するという感じです。まあ、あチャートまず見てみましょうか。はい、まあ、こんなチャートだったら、まあ、ちょっとね、まだ様子見というまあ感じですね。まあ、あの、月足だったらね、まあ、時間待てればね、まあいいではないかと。まあいう 感じですね。は,いまあ、他はビ,ッビットレンドビットレンドですね。まあ、この株ですね、出来高すごいちっちゃいんですよね。まあ、これからもう出来高ちっちゃいやつもね、まあ、ちゃんと注目しないといけないと思うんですけども、最近ね、何万株の出来高でね、まあ、その上昇トレンドでね、まあ、3倍、4倍になる、まあ、昔ね、結構監視してますけども。 まあ、要は自家総額めっちゃ少ないところですね。ただ、まあ、あの時間待たないといけないというのはまあちょっと欠点ですね。もともと流通性がまあ,あんまりないから、まあ、ある程度その待たないといけないですね。この株なんですけども、今日の上昇ですね、出来高めっちゃ少ないんですよ。しかも、ねまあ、その段階的に上がってるじゃないですか。まあ、ある程度、もしこれまあ続けるんだったら、 まあ、一旦まあ吐いてもいいじゃないかなと思います。この株、割とね、まだ新しい株なんで、まあ、とりあえず、まだね、速攻的なまあ感じはまあしますんで、興味ある方はね、ぜ、ま、ひ、あ、まあ、注目してください。ただね、あの非常にあの出来高少ないんで、爆下げしたらね、もうどんどんね、下がってくるんで <laughs>、これもちょっとね、まあ、スリール感がまあちょっとありますね。出来高ね、まあ、1万株、まあ、何千株もありますからね。はいはい。うん 墨石ですね。俺もいたんだけど、今回の資源のバブルがちょっと少ないじゃない、時間が短いじゃない、短すぎるんですね。自分買ってないんで、あの時ちょっとおすすめしたかな。170まで上がって176。これでまだ契落しました。資金額はまだ動きが結構堅調ですけれども、上昇の 上昇の、なんていうかな。まあ上昇の率というか、上昇のまあトレンドがね、まあちょっと曲がってるようなまあ感じなんですけども、出来高もマジ、まじまじで、まああの、減ってるんで、指揮額かなこれ,これ式。これ指これ指揮額じゃない七七ゼロ七ゼロ七ゼロ四九 はい、まあ、という感じなので、うん、ちょっとね、今、出来上が減ってるんで、まあ、今から入るか、自分は入りません。まあ、ただ、まあ、確かにね、まあそう、結構うまく、ね、のトレンドを作ってるということは、まあ、間違いありません。はいまあまあ、ケースはまだ、ね、そろそろ多分出てくると思うんで、まあ、時間あれば、ねまあ、今日かな。 今日ちょっと分析まあしようかなと思っております。はい。まあ、というところで、まあ、サインボストもありますし、まあ、どれを出すかな。はい。あと、空売り状況ね。もしメンバーズシップでね、まあ、動画出せたら、まあ、いいかなと思います。はい。まだご飯食べてないので、まあ、ご飯食べて早くまあ作るかなと思います。はい。というところで、まあ、とりあえず、まあ、しばらく、まあ、ここまでかな。はい。できたら、9度株にまあ入りましょう。はい。今日ですね、ロッゼとっていう株ですね、まあ、めちゃくちゃ上がりました。まあ、そこねから、まあ、 まあ、とんとばんとね、まあ飛びましたね。ロッテですね。まあ、形状は、形状利益四十七パーセント上昇。うん、配当二十円配、まあ増配ですね。まあ、PR、PBR はね、結構、まあ、まあもしね、機械やってるんだ。これ割とね、まあ、かなり、ただ、半導体と液晶工場に導入されるウェーハーですね。ガラス牙ーーの搬送、 装置を製造台湾や米国にも大口のお客を、まあいるということであの、まあ、実際は、ね、これから半導体、実際液晶,液晶パネルとか、ねまあ、値段が、ねまあ、下げてくる可能性あるから、まあ、搬送だから、ねまあ、特に問題はないかもしれないけどもでも液晶はこの9月までには、まあ、ただもう間違いなく、まあ、かなりの,あの価格上昇しています。 これからね、下げてくるので、うん、ちょっとね、まあ、どうなるか、まあ、本当にわ、まあ、かりません。要は慎重に入りください。まあ、ただね、10年間のチャートはもうそれも高いからな。高いんで、はい。はい。まあ、わかります。まあ、いこれが上昇して、まだ下げてくる可能性があるんですね。まあ、今まで多分、まあ、半導体とか液晶関係ね、まあ、めっちゃビジネス盛んでりますけども、 今本当にね、下落のトレンドに入ってくるという感じです。まあ、やっぱりまあ半導体とかね、まあ、あの液晶の話もありますけど、一旦この間ね、かなりね、上下されたり、この1年間の間ね、まあ、結構高知県を維持してますけども、まあ、今、決算が良かったということで、 まあこれ要は今までの結果じゃないですか、これからねどうなるか、ちょっとね懸念しますから、懸念しますんで、これからまだ上昇トレンドになることはまあちょっと難しいではないかと思います。市場はねこれから本当に下落のタイミングに入るからという可能性としては非常に高いんで、パス、ああ共同テレビションとコンテンツ企画でまあ販売事業、なんかその仮想通貨非大体のトークンですね。 それを企画販売を住宅するほか、まだ EC サイトの管理を、運営を行うということで、まあ、あの、直接、まあ、何がまあできるかまあということはまあ分からんけども、まあ、のところでね、提携してる、まあ、やっぱり、まあ、あんまり上がらなかったんですね。はい。具体性的なものがね、まあ、見えてこない、まあ、どういうふうにね、儲かるかっていうのも、まあ、難しいと思うんで。 一旦これ、まあ、まあ、チャート的にはまあ、いいんですけども、この、このメ柄の癖がね、あんまり好きじゃない。もう本当に上下されたり、まだね、待、また,ま、たされる可能性ありますから、まだ上昇トレンドとは、まあ、まだ言えないですね。まあ、遊びだったら、まあいいじゃないかな。以上90、9089円とかそこだし。 まあ100円近辺でまあ買ったらまあ別にね1年間、2年間まあ待ってても <laughs> よかったらねまあまあやっぱりまあ今までまだ底値だしねまあ最高のところは200円ぐらいまあ上昇したんですねはいまあというところじゃない、まあ、今回の材料はまあ正直あんまりまあそこまでまあ強くないかなと思います、はい、ユークス、ユクスですね、まあ、昨日まあさっきねまあそのちょっとまあ話触れたんだけども アメリカコミックのキャラクターをテーマしたオンラインゲームですね。まあ、DC Dual Force ですね。まあ、発表したんで。まあ、前もね、まあ、た私、その、冒頭に入れたんだけども、要は他のなんか、アメリカでなんか、野球、野球のゲームから、まあ、発売とか、まあ、そういう話があるから、いや、割とね、面白いかもしれないですね。51, 51億のまあ株なんで、PRPBR もね、まあ、 割安ということでまあいいじゃないかなと。まあゲーム開発ですからね。まあもしかして51億ですから、直近のチャート、直近のチャートですね。まあ正直、ちょっと、まあ面白い、面白いじゃないかなと思います。まあ時間あったらね、ちょっと、まあ業績分析でもまあしようかなと思います。 はい、まあ、という感じ、まあ、パチンコとか、はい、まあ、という感じで、まあ、あのー、結構面白い、まあ、ではないかと。自家ソも安いしね、まあ、来ても、まあ、大きな、損はないから、はい。まあ、割と誰でもね、まあ、参入できる、まあ、株じゃないかなと思います。LAN システム、LAN システムですね、今日は何かあったかな。はい。まあ、リッボックス発売か。前そういう話もありますけどね、発売したからね、 まあやっぱり思惑の方がね、一番上昇するけども、これ発売されたら、まあ一応、大きく上昇して、まだ戻りました。まあ、発売したからね、儲かるかどうかもわからないしね、まあ、逆に赤字になっちゃうとか、そういうのもありますし、まあしばらく相場が、まあそんなにまあ続かないんじゃないかなと思います。はい、まあ一旦は、まあちょっと、 うん、終わっちゃってるじゃないかなと思います。はいはい、MS&Consulting というまあ株なのにも、これ、時価速ね32億しかなくて、まあ、業績ね、まあ、良かったということで、まあ、あのまあ、黒字が、ねまあ、少ないけども、0.5億、要は5000万の、ねまあ、黒字を計上したということで、まあ、あの一旦一回ストップ高して、ま,あ、まだね、 あの今日、昨日ストップ高かな、今日20ポイント、まあ、上がりました。まあ、あの業績としては、まあ、まあし、しばらくまあ見といた方がいいと思いますね。まあ、ただ、時価速低いから、今までのまあ経緯も含めて、うんまあ、まだだらだらとね、まあ、下がってくる可能性がまあ,あります。まあ、そこまでね、インパクトのまあない決算だと思うけども、 2日目ね、まあ結構、まあどうかな、まあとりあえずしばらく見といた方がいいと思います。まあ五分五分かなと思います。まあやっぱりね、業界トップなんですよね、下期編流型だし、これから外食とかサービス業ね、盛り上がってくる可能性があるから、ただコロナね、再拡大したらまだポツンとくるんだけどあチャートは非常にいいんですね。 チャートはまあ非常によくて、10年チャートをまあ見ていただければと思うんですけども。はい。まあ、まだまだま、長期間ではまだそこではないかと思います。はい。まあ、あと、ベッカコポ、ベッカコポですね。ベッカコポは、うん、月次の業績がまあ良かったということで、うん、まあ、今日、まあ、ちょっと上昇したかな。 ちょっとまあ10パ11%、ねまあ、上昇しました。まあ、PR、PBR はまあ適正価格じゃないかなと思います。はい、まあこれはね、まあ、やっぱりまだ業績が良くて、まあ、これからコロナね、まあ、もしもう何もなかったら、まだ上昇していく可能性はまあ,あるではないかと思います、はいまあ。とりあえずね、こういうチャートは結構ね、 まあ長く続けることはまあないけれども、とりあえずちょっとしたまあリバウンドがまあ,あるではないかと思います。まあ、上昇トレンドに乗ってたらね、今のところではまあ非常に堅調で、PR、PBR もねまあ非常に良かったので、しばらくちょっと上昇トレンドに乗っちゃうじゃないかなという感じはまあしますね。3 5 4はいまあ、とりあえずまあ乗って まあ入れます、はいはい、あとサーキュレーション、サーキュレーション今日385、まあ、かなり上がりましたけども、まあできたかはまあそこまでね、まあ、あのまあああの10%もまあ未満ですね。視聴者拡大から、うんまあ今年まあ上場した株なので業績とかもいいし、う まあ正直、この材料で上がったか、新株なので、受注関係が非常によかったんじゃないかなと思いますまあ。P や PB はねまあ IP o 株なんで、やっぱりまあ高いんで、その観点からまあちょっとねま、あまあ上昇、ちょっとしたね転換がまあ,あったんじゃないかなと思います。初期の動きから見ると、ちょっとした、まあ ちっちゃい反発が、ねまあ、出てくる可能性があります、はい。今日は珍しく、ね、IPO 株も紹介したけど、あんまり紹介したくないけどね。はいはい、石井表記ですね。はいまあ、何があったかというと、まあ、特に、ね、あの何も紹介されてなくて、要は思惑があって、まああのまあ情,まあ、情報修正もして、まあ、今日は、ねまあ、技術的にまあ上がってるじゃないかっていう、ねまあ、確かにまあ切り上げてるので、 出来たかも24万しかないんですよね。もう割と中級関係、まあめっちゃいいじゃないかな。はい、まあちょっとね、切り上げてるので、うん、まあこれは、まあ上昇トレンドしばらくね、まあ続いてるんから、まあいいではないかと思います。まあこれは、あ、10年チャートか。まあ動きはまあ結構いいね。 まあこの貯金のね、ああのまあ赤三平というか、まあなんか、その上昇のね、あのなんか最初の始まりではないかというまあ感じはしますね。まあでもしばらくまあ見ないといけないんで、印刷技術か、プリンキーパンか、まあなかなか難しいところなんだけどね、これからの資料は。はいは。い アクアライン、アクアラ,ラインですね。まあ、かなり貯金をね、まあ、上昇がまあ,ありました。まあ、地震がね、まあ、地震があ,のあって、まあ、その水回りの緊急修理ですね。まあ、要はテレビでね、水道が水が、もう、水が噴き出したから、それで、ね、この材料でね、まあ、上がっちゃったっていうまあ感じですね。まあ、500円から、まあ、800円まで、まあ、上昇したので、まあ、地価則安いしね。 まあ、これはちょっと、あの、もう、あの、本当につながるかどうかはわからない。まあ、要は、その、業績ね、貢献はまあできるかどうかわからないけども、話題性としてはまあ非常に良かったんですね。まあ、できたか、ちょっとね、今日増やしすぎじゃないかなと思うんですけども、まあ、でも実際売り抜けたこともないし、やっぱり出来たか、毎日ね、少ないんですよ。まあ、少ないんで、 一旦どっかで下げて、まだタイミング狙えばまあいいではないかと思うんですけども、この材料はねどれぐらい続くか、ちょっとまあ要注意ですね。貯金ね、来てもいいからね、自家足も安いしね、もしかして大化けする可能性もありますから、ちょっとまあ見ていきましょうか。6173ですね。6173。はい、まあっていうか。 まあ、ささっとまあ紹介しましょう。もう、あと、ね、アスタリックス。あこれはまあ紹介しなくてもいいかな。これはまあ, S あ、これですね。まあ紹介しなくてもいいです。まあ、その IPO 株なんでね。まああんまりね、まあ紹介しなくてもいいかなと思います。あ、ちょっと見るか。ちょっと見よう。<laughs> まあ正確ですからね。まあ、まあチャートはどうなるかっていうことですね。 あまあ、直近は動きとしてはまあいいじゃない <laughs> ね。まあまだね、素性がわからないから、まあ、うんまあ難しいところもありますけども、まあ、ちょっと出来高増えてるんで、まあ、もしね、切り上げて出来高が少なかったらね、まだちょっと買って、まあ、やっぱりこれは1日限るな。 1>, まあ1日でまあ利確値幅取った方がまあ一番いいと思います。はい、SBI ホールディングス。新、ま、生、あ、銀行の TOB 反対ですね。要はば、買収ができなかったらそれがまあ上昇したということかな。余計の費用が、ねまあ、払わなくてもいいということなので、まあ、それでも上昇したかな。はい、一応、敵対的な買収に、ねまあ、なりそうな感じなので、10年チャート。 まあ、10年チャート高いね。はい、まあ、もうまあ、大型株だし。はい、あと、n h ンジ n h ンジなんだけども、かなりね、今までね、上昇トレンドに乗ってて、まあ、なんか、なんでね、まあ、見つけてなかったかというと、あ、前見つけたか、見つけた後、出来たか減ってるから、まあ、多分ね、1回ぐらいはね、まあ、紹介はありました。 とりあえず、要は貯金は電力の費用高騰ということで、切り替えのプラットフォームの利用が増加ということで期待してて、上昇してたという感じですね。ここの出来高急動ですね、やっぱりここで紹介したかな、出来高急増したところですね、やっぱりこれから覚えてください、10年チャートはかなり高いところにありましたけれども。 まあ一旦はね、入らない方がいいと思います。はい。まあ要は電力が高いときは、まあやっぱりこっちにまあ移すことは多分覚えた方がまがいいではないかと思います。富士ソフトサービスビュー,ビューローですね。まあイーデもっても紹介、まあここでね、まあ紹介したんけども、やっぱりこれ売るべきだったんですね。売るべきだったんだけども、すぐにまだ切り替え、切り上げてきました。まあ特に、まああの、 まあ大きなまあニュースはまあなかったんですよ。まあ、要はこ、こ,ここで買い集めてるという解釈として、ここで買い集めて、やっぱりここで買い集めてもこ以上にならないとね儲からないから、だからここでねまあまあ上昇してたんだけども、でも他の株はねそういうパターン、すごい時間かけてもうやる時もありますし、仕掛け失敗してしまう可能性もありますから。 もう全部ね、当てはめることはまあないです。はい。まあ、だらだらとね、まあ、下がってくると,ときもまあ、ありますんで。はい。まあ、全部ね、まあ、適用することは、まあ、しないでください。これこういうね。はい。まあ、とりあえず、今ね、まあ、上昇トレンドなんで、ただそこまでね、定置圏じゃないから、まあ、あの、まあ、ちょっとリスクまあ、ありますけれども、ありますけれども。はい。まあ、新日本天候はまあ、いいかな。あ、これか。これもね、 一旦まあその技術テ、テクニック技術的な、まあ、技術的なまあものをね、まあしし、しゃべってるから、要は実際もう何がまあ,あるかわからないという、まあ、状況ですから、うんまあ、なかなかまああの難しいところでもありますけどね、もしね、もっとここそこだったらね、ま,あ、まだ買ってもまあいいですけども、まあ逃げにまあ、出口戦略ね、まあ、あるから。 あと川崎地質という、いわば国、まあ最近はね、もう本当にこれもあんまりよく分かりません。これは連日強い動きってまあ言われてるんですよ。まあこういう株がね、あの実際時価額めちゃ安いんで、60億なんですよね。まあやっぱりこれからまあどういうふうにね、こういうのができたか給料株ね、まあ,あの正直まあ捕まっておりません。なぜかできたかもう少ないんから、まあ使っ、なかなかね。 まあ見つかってないというところで、まあやっぱりまあ資金のでかいところね今見てるだけなんで、まあでもすくまあ今ね、これ22万、かなりでかいんですね。これで抜ける可能性はまあありますんで、まあ今入るのがまあ,あんまりお勧すすめしません。はいまあかなりまあ高いんで、しかも出来高本当に少ないんで、まあ少ないとき売れなくなるんですよね。はいこれ 要は長時間でまあ持つところかな。持つべきかどうかっていうことですね。去年の4月から、去年の4月からですね。これ2年間。去年の4月から、もうずっとこの上昇トレンドですね。まあ多分なんか買い集めて、かなりね、今ね、持ってるっていうまあ状況じゃないかと。もう本当に長い時間でね、まあかけ、長い時間をかけてまあ集めてるような感じですね。 あと、アスコットですね、まあ、正直、まあ、これもあんまりまあ何もなかったんだけれども、10年チャート、かなり低いところにまあ,あったかな、はい、まあ、ちょっと遊んでもまあいいくらいまあじゃないかなと思います。まあやっぱりね、貯金の相場かなり難しいので、あの大方はあんまり入らない方がまがいいではないかと思います。まあ、ずっとね、まあ、そうだけども、あの要はまあ中国の不動産、まあ、実際はね、アメリカにも影響するんですよ。 ね、アメリカでもね、まあ、中国政府に対して、うもう公衆恒代問題をまあちゃんと解決してよとかね、まあ他の不動産でも、まあ、実際高台、まあ、公衆恒代でもね、100, 100兆円の,、まああの母外の、要は母簿記の,その外の,その、ねまあ、借金がまあ,あるらしいんで、まあ、全部合わせてね、他の不動産の業界とかね、 全部その会社とか全部合わせたら、ね、ニュースから今ね、まあ、皆さんでも見たなんても500兆円ですね、まあ、日本の GDP ぐらい、1年の GDP ぐらいの,まあその負債が、ねまあ、あるということでうーん、まあ中、結構ね、長引くじゃないかなって、今日ね、相場もマイナス250、70ぐらいかな。 はいまあ、だから慎重にね、まあ、やってください、もう本当にいつか何が出てくるか分からない、今のね、あの毎日ではないかと思います。はいということで、ししま,す決ま,りましたま次の動画でまた会いましょう。バイバイイ